い、皆様、インドネシアからこんにちは。昨日はね、修了考査、公認会計試験の修了考査合格発表でした。で、皆様ご存知のようにね、45.1% の合格率ということで、もう3年連続ね、かなり、低い合格率に、落ち着いてきていますといった形で、2020年の合格発表を受けて、で、2021年のね、今年の修了考査の、対策、これについて、私の考えというか、こうやった方がいいんじゃないですかっていうおすすめをね、させていただければと思います。で、ポイントはね、2つあると思っていて、1つは、この3年間ね、大幅に合格率が落ちてるというところ、これが大きなポイントの1つですね。で、もう1つはですね、監査法人への、就職がかなり簡単になってる現状が続いてるというところなんですね。で、この点に関しては、過去ね、2010年とか11年とか、リーマン直後とかですね、このあたりは監査法人への入所が絞られてましたので、監査法人に、勤務してる方はですね、メリットがあったんですね、修了考査の時に。監査論の実務を経験してるか否かで、修了考査の、合格率に大きく影響を及ぼすということで、監査法人の方はね、有利だという状況があったんですけども、2021年に受ける方はね、大体入所が2018とか、そんな感じですよね。2018合格の2019入所とか、そんな感じか。で、そういうタイミングだはね、もう監査法人入所簡単なタイミングですよね。もう全入ぐらいな勢いで監査法人就職、売り手市場という状況だったと思います。なので、合格率ここ3年むちゃくちゃ下がってるっていうところと、監査法人、への、就職が楽になったっていう、この2点が、大きなポイントとして、2021年の、修了考査の対策を考える上でね、ポイントになってくるかなと思ってます。で、修了考査の特性、試験の特性として、公認会計士試験二次試験合格者で、実務要件を満たした方が受けられるっていう、試験なので、試験の受験のハードルが、そもそも参入障壁がかなり高いので、受験者数が少ないですよね。それゆえに、情報が集まりにくいわけですよ、この試験に対する。だから、先輩の経験談をもとに、対策打っていくっていうのが、これまで通例だったし、そうせざるを得ない部分っていうのは結構あるんですね、この試験の特性上。ただ、これね、2018年以降、ここ3年間、合格率むちゃくちゃ下がってるっていう状況がありますので、2017年以前のね、合格者の方に、アドバイスしてもらっても、これはもう全然、的を射ない惑いてないアドバイスになる可能性が高いですよといったところは認識しておいていただければと思います。真に受けちゃいけないと思うんですね。例えば2017とか16とか、私も、この辺りに受かってるんですけども、この辺りの合格者にね、全然その、3週間ぐらいの、その監査法人の休暇の間に、全部詰め込めば大丈夫だよとかね、あとはね、監査論なんてもう実務で経験してるから、勉強なんてしなくて大丈夫とかね、そういった、結構楽勝ムードな感じのね、なんて言うんだろう、コメントアドバイスいただくことも多いと思うんですよ。ただそれは真に受けちゃいけないよっていう話ですね。2つのポイントからね、先ほど挙げたもう全然違いますよ。18年からもう 50% とか 40% 台まで落ちてますからね、合格率が。で、これが、1年2年だったら、もしかしたらね、イレギュラーな、年だったって言えるかもしれないですけども、3年続いてるんで、これはこの水準でいくんだろうっていう前提のもとね、対策打った方がいいと私は考えてます。なので、もう試験別物ですよといったスタンスで、もう過去の、先輩からの情報収集ってのはもう参考程度にね、もうするぐらいに留めて、実際にもう自分たちで、今後の、新たなね、修了考査、新たな試験に対して、自分たちで戦略立てていかなきゃいけないというところを意識した方がいいと思います。
で、これだけ情報が少ない試験で、かつね、みんな同じような環境にある、まあ、みんな大体監査法人で勤めてますっていう環境にあると、もう対策としてはもう一つしかないかなと、具体的に挙げられる対策としては。もうね、早く始めた方が勝ちですよ、これは。うん。早く始める方が絶対に有利だし、まあ、だから修了コースの勉強を早く始めましょうっていう話なんですね。うん。で、これ、ツイッターとかでつぶやいちゃうと、まあ、無駄にこの修了コースの難易度上げかねないんで、まあ、ツイッターとかでは特にこの話はしないどこうと思うんですけども、もう絶対早く始めた方がいいです。周りより早く始めるということが重要になってくると思います。で、じゃあいつから始めればいいんやっていう話ですけども、さすがにね、今はね、これから、監査法人勤務の方は繁忙期に入っていくと思うので、もうさすがに今は無理だろうというところはあるので、繁忙期明けてね、6月ぐらいにだいぶ落ち着くじゃないですか。で、このタイミングから始めるのがいいんじゃないかなと思ってます。で、だいたい6月にね、長期休暇もらって旅行とか行く方、まあね、これまで多かったと思うんですけども、まあ今ね、ウイルスの影響で、まあ正直、あれね、まだまだ制限かかってるじゃないですか。まあなんで、もうこの1年はね、もう修了コースに捧げるぐらいな感じで、もう6月の休暇も、修了コースの勉強開始の、休暇という形で、修了コースに捧げるのがいいんじゃないかなと思ってます。で、修了コースの勉強って、まあ修了コースの合格のための勉強っていうわけではなくってですね、実際その実務にむちゃくちゃ役立つんですよ。まあ、なんで結構実務経験ね、3年ぐらい積んで、そこで、修了コースの勉強してみると、あ、実務のあれってこういうことなんだみたいな発見とかもあって、かなり楽しいと思うんですよね、実際やってみると。私自身ね、修了コースの勉強やってむちゃくちゃ楽しかったなっていう印象があるんですね。まあ、で、しかも例えば6月に修了コースの勉強を始めるじゃないですか。で、そうすると1級2級とかね、四半期でももちろんこの、修了コースの勉強の知識って役立つんですよ。まあ、なんで実務にむちゃくちゃ役立ってくんで、もう早めに始めない理由がないっていう、まあそういう感じですね、私から言わせると。まあ、なので、今年はね、6月から、修了コースの勉強を開始するのがいいんじゃないかなって思います。それでね、同じみんなが同じような環境にある中で、差別化を図れるので、とにかくもう早めに始めると。で、6月から始めるっていうことをお勧めさせていただきます。まあね、わかるんですよ、もうさすがに、これまでと合格率違いすぎて、まあちょっと不公平感すごいだろうっていう、まあ文句も言いたくなるのはわかるんですけども、まあもうこれはもうしょうがないんで、我々ね、管理不能な部分じゃないですか。まあなので、もうこれはもうこれで受け入れて、まあただね、修了コースの勉強ってのは自分の公認会計士としてのスキルに役立つっていう点にフォーカスさせてね、修了コースの合格のための勉強もあるけど、自分のね、公認会計士としてのスキルアップにつながるんだっていう、まあそこにね、重きを置いて、早めに勉強を始めるのがいいんじゃないかなって私は思います。まあね、プレッシャーむちゃくちゃあると思うんですけども、まあそこはね、頑張って乗り切ってもらって、晴れて公認会計士登録、できるように頑張っていただければと思ってます。陰ながらではございますけども、応援しております。はい、では以上になります。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。